スレブレニッツァあるいはスレブレニッツァは、ボスニア・ヘルツェゴビナの町、及び、それを中心とする、基礎自治体。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体のうち、スルプスカ共和国に属する。スレブレニッツァは、潮の採掘と温泉を、産業の中心とする、小さな町である。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の中で、ボシニャク人の住民が大量殺害される。 スレブレニツァの虐殺が起こった。2007年3月、スレブレニツァ市議会は、スルプスカ共和国からの分離を求める決議案を採択した。セルビア系の議員は採決を棄権した。スレブレニツァ市には、スレブレニツァの町を含む集落ごとの19の地区に分かれている。1992年以前は、町には精錬所があり、鉛、亜ン 金などの採掘が行われていた。町の名前、スレブレニツァは銀行山を意味しており、町のラテン語の古名、アルゲンタリアも同様である。最古の転居によれば、スレブレニツァは1376年には、西バルカンでは、特にこの地域の銀行を基盤とした重要な公益的中心であった。現存する銀行はすでに、ローマ帝国時代から知られ、ドマビアの集落が、 鉱山の近くに存在した。スレブレニツァが最初に研究された時、ラグーサ共和国の多くの交易地が設立され、カイロでの銀の輸出や国内での銀取引のため管理されており、それらはラグーサ港を経由していた。14世紀の間、多くのドイツ人公員たちがスレブレニツァに移動してきている。1420年代中頃、 ボスニア王国の国王,王とブルトコ2世の軍が町の支配を得るために戦うが、オスマン帝国皇帝によって1440年に征服される。フランシスコ会修道院はモスクに変わるが、多くのラグルサやサクソン人のカトリック教徒のイスラム教への改修は他の地域の町より遅かった。オスマン帝国の支配によってカトリック人口が減ると、 スレブレニツァのラグーサ共和国に対する経済的重要度は減少していった。1992年から1995年にかけてのボスニアヘルツェゴビナ紛争において、ムラギッチ率いるセルビア人勢力が、ボ母衆役人の武装グループが、セルビア人居住区のブラトナッツを攻撃し、多数のセルビア人犠牲者が出たため、セルビア人に対する虐殺への報復を行うとして、 多くの住人が虐殺された。この地域は国連が保護する安全地帯とされ、オランダ軍で編成された国連保護軍が派遣されていたが、兵力は最大で約700名とセルビア人勢力に対しては、ほとんど抵抗できず、余つさえ一部の兵士が奪われた軍服などの装備が、さらなる虐殺に利用されてしまう。国連軍内部の足並みの乱れから空爆等の、 支援も有効に行われず国連軍の目の前で虐殺が行われることを許す結果となった。この虐殺に関して国連が1999年にまとめた報告書には国連加盟国及び国連保護軍の間における情報共有に失敗した。このような意思決定の難しさが国連の平和維持活動の弱点であると分析している。スレブレニツァの虐殺は 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷でも取り上げられた。スルプスカ共和国政府は、この事実を認め、謝罪を行った。2010年3月31日には、セルビア議会も虐殺を認め、非難する決議を採択した。2005年現在、スレブレニツァ氏には、およそ4000人の母子虐人が居住していると、見られている。2 0 0から二0 1一年にかけ、ジャイカを通じて、 スレブレニッツァ氏及び周辺地域の農業生産基盤の回復や紛争により壊され放置されていた飲料圏農業用水道の整備等に対する支援が行われた。ありがとうございます。